結婚式で親友に挨拶を頼んでいたイッチだったが、親友が突然マイクを通して夫を愛してる宣言。何が起きたかわからないイッチに、さらに追い打ちをかけ、他の同級生も好きです宣言。その場で問い詰めても、のらりくらりかわされ、嘘で塗り固められた発言を繰り返す夫。人生の晴れ舞台を台無しにした夫たちに、待っていた結末とは。結婚式で親友が夫に愛の告白。その後も予想外の乱入により修羅場に。自分の結婚式なのにそっちのけにされて、修羅場が繰り広げられた話、聞いてほしい。結婚式と言ったら、主役は花嫁しかいないのに、そっちのけにされるのはたまらないな。何があったのか、ぜひ教えてくれ。私とユータは学生時代のクラスメイトだった。当時は、同じクラスの中でも仲は良かったが、付き合ったりすることはなかった。卒業してから数年経って、久々に偶然再会した。偶然会った場所の近くの喫茶店で、昔を思い出しながらいろんな話をして、とても楽しい時間を過ごしたが、俺、実は当時、イッチのこと好きだったんだよね。え、何それ、初耳なんだけど。当時は、クラスみんなで仲良かったから、あの空気壊したくなくて言えなかったんだ。と、突然告白された。今は彼氏いるの？いないけど。俺たち、昔から気があったじゃん。一度付き合ってみるのはどう？そう言われると、ユータのことは嫌いじゃなかったし、彼氏と別れたばかりの私は、提案に乗ることにした。そして、同じ高校のクラスメイトで、大人になってからも仲良くしていたわよに。ユータと付き合うことを伝えると。え、ユータと？うん、そう。この間のばったり会った流れでね。びっくりした。でも、いいんじゃない？おめでとう。と、私たちが付き合うことを祝福してくれた。それからユータと会うとき、ワイヨや他のクラスメイトにも声をかけたりして、また高校時代のように集まることが増えた。その後もユータとの交際も順調で、付き合って1年の記念日にプロポーズされ、その次の年の記念日に結婚式を挙げることになった。結婚式にはワイヨ以外にもたくさんの友人が来てくれて、さながら同窓会のような感じになっていた。ワイヨから、友人代表のスピーチは私がやるから任せて、二人のことをよく知ってるし、適任でしょ？と、提案があり。うん、私もそう思ってた。お願いできるかな？と言ってスピーチをお願いした。結婚式のスピーチ頼むのって、結構考えるから、自ら言ってくれる親友ありがたい。私もその時はそう思っていた。だが、私の思いは簡単に打ち砕かれた。結婚式当日、ワイヨはスピーチで、高校時代の思い出、三人の思い出などを、涙ながらに話してくれていたのだが、その言葉が急に止まった。私たちや出席者がざわざわすると、ワイヨは高らかに笑い出し、こう言った。私、実はイッチにユータを奪われたんです。ここ以外にないくらい、最悪なタイミングの裏切りだな。それを聞いたユータは食べようと口に入れたステーキを、むせて口から勢いよく吐き出した。おい、何言ってるんだ？どういうこと？知らないよ。ワイヨが勝手に言ってるだけだよ。何よ、しらばっくれるつもり？私のお腹にはあなたの子供だっているのに。そんなわけないだろ。神聖な結婚式の場で、言いがかりはよせ。だって、本当のことだもの。昨日だってうちに来て。ああ、おい、スタッフさん。あの女、酔っ払ってるんだ。すぐにここから連れ出してくれ。いやよ、ユータは本当は私のことを愛してるんです。でも、見えない何かに逆らうことができなくなり、仕方なくイッチと結婚を。皆さん、これは、余興の一つです。パフォーマンスですから信じないでください。こんな感じで、披露宴会場がざわつく中、二人はマイクを通して言い争いをしていた。ユータも事実無根なら、もっと冷静に対処できるはずなのに。後ろめたい気持ちがあるからか、どんどんヒートアップして、全く事態が収束しない。その横で私は人ごとのように、ポカーンとやりとりを聞いていたが、ユータくん、これは一体どういうことだ？と、うちの父が口を開いたことで、ユータの顔は真っ青になった。これは誤解でして。誤解なら、きっちり説明してもらおうか。こんな状況で披露宴が継続するのは難しく、ゲストには謝罪して披露宴中止を伝えると。ちょっと待って、ユータ、話が全然違うんだけど。あなた、私にも愛してるって言ったよね？
エスコ、今その話は。今じゃなくていつするのよ。私だけ蚊帳の外なんて、冗談じゃないわ。と言ってエスコはブチ切れた。とにかく、披露宴は中断だ。と言って、父が先頭を取ってゲストへ謝罪し、ご祝儀を返し、帰ってもらった。そして、つい先ほどまで幸せに包まれていた空間で、両家とはいよとエスコとなった。イッチは、今回の話は知らなかったのか？初耳よ。しかも私の友人と浮気してたなんて、意味がわからない。イッチ、残念ね。それにユータの本命は私だから、あなたの方が浮気なのよ。エスコ、それも間違ってるわ。本命は私なの。だから赤ちゃんできたんだもんね、ユータ。ユータ、どうなの？正直に言ってごらんなさいよ。ユータくん、説明してくれ。君はうちの娘以外の女性と関係を持っていたのか？イッチさんのお父さん、この度はうちのバカ息子が本当に申し訳ない。私たちも全く寝耳に水の話だが、きちんと本人に責任は取らせますから。当たり前ですよ。ゆうたくんの会社が倒産して仕事がないっていうから、うちで雇ってもいるんですよ。こんな裏切りはあんまりだ。面会の余地もございません。本当にお前はいい奥さんと結婚できるっていうのに、一体何を考えてるんだ。ちゃんと説明しろ。話を聞いていたゆうたは、額に油汗を浮かべ、あわあわしながらも冷静に話をしようとしていたが。これは、その、二人とも酔っ払っているんです。だから、聞く耳持っちゃダメですよ。何よ、酔っ払いって。一滴も飲んでないわよ。私も飲んでないわ。今さら二人が酔ってるなんて言い訳、通るわけないんだから。すべてこの場でどういうことが包み隠さず説明してよ。イッチは田舎臭いから、ワイヨが一番だって言うた、私に言ってたじゃん。私にも田舎臭いって同じこと言ってた。私には一番はエスコだって言ってたけどね。エスコなんて先生に媚び売ってた、ただのいい子ちゃんじゃん。どこがいいの？ワイヨは昔から勉強もできないただの遊び人じゃん。ぶりっ子ばかりしてさ。なんでこんな奴がいいわけ？一旦二人とも黙ってくれる？言うた、どうなの？どうって言われても。まず、浮気をしてたという事実については、どうなんだ？状況的には浮気と言われても、仕方ないしそうなんだろうけど。俺的にはちょっと違うっていうか、なんていうか、みんな好きっていう感じかな。そんな話通じないでしょ。ユータは私と結婚するの。っていうか、もう結婚する気も失せたけど。そんな、待ってよ。イッチのことは3人の中では一番好きなんだよ。これは絶対だから信じて。私は2番目、3番目の女がいるような夫は無理。それに、ユータに裏切られたこともショックだけど。ワイヨにも裏切られてたっていうのがかなり答えてる。友達だと思ってたのに。ふん。私は高校の時からユータを好きだったのに、あんたが横取りしてったんじゃない。横取りって、そんなの聞いたことないもん。友達だったら私がユータを好きだってわかるじゃん。わかってて付き合うなんて、ありえない。そんな、親友だと思ってたのに。私は寄りついてくるイッチを、田舎臭いって思ってたけど。見てくれはいいから、自分を引き立たせるために仲良くしてただけよ。久々に再会したら垢抜けちゃって、ムカついた。しかもユータと付き合うとかって、空気読めなさすぎ。私は親友だと思っていたワイヨに裏切られていたことが、かなりショックでしばらく何も言えなくなってしまった。すると黙り込む私を見て優越感に浸ったのか、ワイヨがまたヒートアップし始めた。二人の結婚は親同士が決めて、無理やりなんだってユータが言ってたから。私がユータのために参加して、めちゃくちゃにしてやろうと思ったの。え、ユータがそんなこと言ったの？だからそうだって言ってるじゃん。私があの場で全部ぶちまけたのは、ユータのためなの。お父さんの会社が倒産したからしょうがなく、イッチのお父さんの会社で働いてたんでしょ？私は社畜になり下がるユータを救ってあげたかったの。って、この話はエスコも知らなかったでしょ？はぁ？それでマウントでも取ってるつもり？私だってユータからその話は聞いてたし。親の政略結婚ならすぐ離婚だろうと思ってたけど、間の抜けた花嫁は見ておこうと思ってきたのよ。ユータ、二人に同じような話してたみたいだけど、本当なの？え？今さらごまかしたってしょうがないでしょ。じゃあ私が事実を言ってあげる。まず、ウトさんは立派な一流企業に勤めていて、会社を倒産させてもいない。
あんたがお父さんの会社に勤めることになったのは、前の会社で人間関係がうまくいかず、出社できなくなって辞めちゃったって聞いて、それなら新しい仕事が決まるまでうちにおいで。って言ってもらって働かせてもらえてるんだよ。それを、どう勘違いしたら、そうなるの？すぐにバレそうな嘘を、イケシャーシャーとついてるユータ、強心臓。お前、親にも嘘ついてたのか。そうなんですか？イッチさんのお父さんの会社が人手が足りないから、会社辞めて会社を手伝うんだって聞いてたのよ。なんでそんなすぐバレる嘘を。うとめも、うちの両親も、ほとほと呆れた顔をしていた。お前の結婚は親が勝手に決めた制約結婚だと？私たちがいつお前に結婚を強制させたんだ。このバカ息子が、寝言は寝てから言え。さ、最終的には自分で決めたけど、二人とも会えば結婚結婚って言ってたじゃん。お姉ちゃんのところに初孫ができたから、お前のところの孫のみたいねって言っただけでしょ。人のせいにするのもいい加減にしなさい。お前はただのろくでなしだな。この親不幸者が、今日、せっかく結婚式にお祝いに来てもらった皆さんを、お前は自分勝手に裏切ったんだぞ。イッチさんにも恥をかかせて、本当に情けない。うとめに正論を言われた夫は、何も言い返せずにプルプル震えていた。お父さんやお母さんに嘘をついていたのも、しょうがないよね。私のお腹には私たちの子供がいるけど、イッチのお父さんの会社で働いている手前、一度結婚せざるを得なかったんだものね。ワイヨはそんなことを言いながら、バッグから何かを取り出した。私にはユータからもらったペンダントがあるの。これが私たちの愛が本命の愛だという証拠です。イッチは所詮2番手なの。ワイヨが見せてきたのは、豪華な装飾が施されたゴールドのペンダントだった。少し古いデザインにも見えるが、かなり高そうなものだった。どう？イッチ。こんな高価なもの、ユータからもらったことないでしょ？これが私たちの愛が本物だっていう証なの。おい、そんなもの、ここに持ってくるなよ。さっさとしまえ。と、ユータは急に慌て出した。それって、ちょっと見せて。なぜかとめが急にワイヨの手からペンダントを取って、まじまじと見てとんでもないことを言い出した。これ、この愛がうちから盗まれた、母の形見のペンダントやない。ユータ、どういうことか説明しなさい。どうやら、ワイヨが持っていたものは、とめが義実家に嫁いできたとき、大とめから譲ってもらった、24金でできたペンダントだった。そのペンダントの話は、前に私もとめから聞いたことがあって、譲り受けたペンダント、ユータが結婚したらお嫁さんに譲ろうと思ってたのに、盗まれちゃって、でも古びたものだし、イッチさんには何か新しいものを買ってあげるから、好きなもの選んでいいのよ。と言って、別の高価なアクセサリーを買ってもらっていた。このペンダントが盗まれた時に、警察に届けたのはお前だったよな。被害届も出して、今捜索中だったんじゃなかったのか。どうなんだ。その、まさか、あの頃他にもいくつか、金目のものがうちから盗まれたけど、全部お前の仕業なのか。どうやらユータは、義実家に泥棒が入ったと偽装して、いろいろ金目のものを持ち出していたらしい。しかも、自分で被害届を出すふりをして、被害届すら出していなかったようだ。ユータ、ただの泥棒じゃん。犯罪はダメだよね。その盗難被害の当時、ウトはかなり落ち込んでいて、私も慰めたりしたが、まさか夫の悪用だと思っていなかったので、今回の話はかなり驚いた。さすがにこの話を聞いてヒートアップしたウトは、このペンダント以外になくなったものも、お前が全部持ち出したんだろ。一体どこへやったんだ。今すぐ正直に答えろ。その時お金が必要で、他のものは全部質屋に持って行って監禁しちゃって。そこまで言った夫に、トメから渾身の平手打ちが放たれた。突然の衝撃に、夫は目が点になってその場に立ち尽くしていた。おそらくユータは二人の浮気相手にいい顔をするため、資金が必要だったんだと思われた。私たち夫婦は結婚前から貯金用の口座を作って、そこにそれなりにお金は入れてあったが、私が厳重管理していたので、実家からならと考えたのだろう。そんな盗まれたものをプレゼントされて、真実の間なんだって笑わせないでよ。私は与えられてばかりのあんたとは違って、ユータの将来性に欠けてるの。私が投資したお金で、ユータは近々起業するのよ。ね？まさか、起業しないなんてこと、あるの？
エスコ、ユウタはうちの父の会社に勤めていて、勝手に辞めることなんてできないのよ。起業なんて夢のまた夢の話よ。じゃあ私が投資した100万、どこにあったの？それは、競馬に使って。はぁ？どういうこと？エスコは優しいから、これからも俺のことサポートしてくれるでしょ？そんなエスコのために100万を増やそうと思って、競馬で1点だけしたんだけど、外れちゃったんだ、ごめん。エスコに早くお金返したかったから。そうなの、わかった、もういいわ。ギャンブルで借りた金増やそうって、ただギャンブル好きが金なくて、やるために金借りただけじゃん。これこそ本当の投資詐欺。お話し中すみません。こちらの会場、そろそろお約束の時間ですので、ご退出願えますでしょうか。と、タイムリミットが来てしまい、中途半端なまま話し合いは強制終了することになった。ワイオとエスコはまだまだやる気だったが、後日改めて時間を設けることとなり、あらゆる都合を加味して、後日の話し合いは2週間後に決まった。ユウタ、お前は家に帰るぞ。なんでだよ。俺たちの家があるのに。ユウチさんはお前の顔は見たくもないだろうから、次の話し合いまでお前のことは家で見張っておく。イッチさん、そういうことだから私たちに任せてくれないか。と、ウトメが責任持って夫を、話し合いの場に参加させることを約束してくれた。ユウタがいなくても、ユウタと一緒に暮らした自宅に戻る気にはなれず、私はしばらく実家に寝泊まりすることにした。ワイオとエスコもまだ聞き足りないことも、話し足りないこともあるようで、次の話し合いへの参加に同意した。私は新婚旅行に行くため休みを取っていたので、親の協力を得ながら、結婚式に招待した人々への謝罪と同時進行で、腕のいい弁護士を探し、見つけることができた。弁護士事務所へも何度か足を運んで、話し合いの場所は弁護士事務所に決まった。私はこの日で全部蹴りをつけられるよう、念入りに準備を整えた。そして2週間後の話し合いの日、ワイオとエスコは、先日より落ち着いた様子でやってきて席に着いたが、ユウタはこそこそと私のところにやってきて、耳元でこう囁いた。二人とはそれぞれ話して縁を切ったよ。最初から俺には一致しかいないって思ってたから、一致と結婚することを決めたんだ。その辺は分かってくれてるよね？今日はその話を膝を突き合わせて話す場だから、個別に言われても困ります。席におかけください。私がそう伝えると、ユウタは不満そうに指定された席に座った。本日はお集まりいただきありがとうございます。今回は、イッチさんという婚約者がありながら、ユウタさんがワイオさんとエスコさんと関係を持っていたということに関して、イッチさんが精神的苦痛を被ったということですが、イッチさんからご意見をお願いできますか？はい。まずユウタが何を言ってきたとしても、復縁は全く考えておりません。私が親友だと思っていた人と関係があったのも、他のクラスメイトとも関係があったことも、私を陥れるために様々な策略を練っていたことも、すべて理解できません。譲歩の余地はありませんが、慰謝料さえ支払ってもらえれば、それで構いません。イッチ、関係の修復を前向きに考えてくれよ。俺はやっぱりお前がいないとダメなんだ。友人二人と浮気するような最低な男はいりません。そんな、俺はお前がいないと生きていけないんだ。頭はいくらでも下げるから、見捨てないでくれ。と、ユウタはこんな調子で食い下がってきた。もう何を言っても嘘にしか聞こえなくなった。私も同じで、口先だけの薄っぺらい言葉にしか聞こえなかったので、聞く耳は持たず、目をつむって断固拒否の姿勢を貫いていた。膠着状態が続いていた時、もう、ユウタのそんな姿、見てられない。もう、イッチとは離婚して私と幸せになろうよ。何自分だけ抜け駆けしてるのよ。ユウタは私と一緒になるって約束してるんだから。と、浮気相手の二人が口を挟んできた。ちょっと二人とも、ちゃんと言った通りにおとなしくしててよ。どうして？ユウタは私と結婚するんだから、こんな話し合いなんて無駄よ。ユウタももう我慢しないで、私と結婚すれば何もかもうまくいくんだから。二人とも、待ってってば。と、もう収拾がつかなくなっていた。おそらくユウタはワイオとエスコそれぞれと口裏を合わせて、うまくやろうとしていたようだが、その作戦が破綻してユウタはしどろもどろになり、場がカオスと化していた。イッチ、二人はいろいろ言ってるけど、俺はイッチのことだけを愛してる。本当だって。ふん、そうなの？じゃあ、これ聞いても、同じこと言える？と、私はある音源を流した。
これは結婚式の後、ユータがワイヨとエスコそれぞれに接触した時の音声だった。もちろん俺はワイヨ一筋だから、ワイヨは可愛いから、そんじょそこらの女はワイヨには勝てないよ。ユータ、私を選んでくれるの？嬉しい。エスコ、君は賢いから俺の頭の中がわかるだろ？イッチやワイヨには理解できないかもしれないけど、エスコには何も言わなくても伝わっちゃうもんな。君と一緒にいると俺はホッとできるんだ。嬉しい。私が聖母マリアのように、あなたの全てを包み込んであげるから。がっつり二人を口説いちゃってるじゃん。微塵も反省してなくて笑える。なんでこの会話が。ユータは突然二人をそれぞれ口説いていた音源が、公開されて固まってしまった。この音源は、今回全面協力してくれたトメが、隙を作ってユータがワイヨに連絡しているのを突き止め、ユータがワイヨと会うようだという情報をくれたので、待ち合わせ場所で私が待ち伏せていると。なぜかワイヨと別の席にエスコも来て、二人それぞれの話を録音することができたのだ。音源を取られていると思っていなかったユータは、またもや顔面蒼白になっていた。その横で、なぜかワイヨは余裕の表情を浮かべていた。イッチ、もういいよ。そんなに強がっていても、結局イッチは女として終わってるんだもんね。は？何のこと？ワイヨ、その話はちょっと。イッチ、あんた不妊らしいじゃん。ユータは子供好きなんだし不妊の女は用なしでしょ。は？誰がそんなこと、って、ユータ？いや、その。ユータは優しいからイッチに同情して結婚するって。子供を産める私が本命なんだって。それなら私だって子供を産める。だからユータに選ばれるのは私よ。はぁ？あんたはこのこと聞いてなかったんでしょ？私が先に聞いた話なんだから、私が先に産むの。邪魔しないで。子供は授かり物よ。早く授かった方が本妻になれるってことで、どう？と、またもや私そっちのけで言い争いを始めたが、私は二人の言い争いを鎮めるために、話を切り出した。ユータが何を言ったか知らないけど、私が不妊なんて事実はないわよ。ブライダルチェックもして、証拠の書類も出せるわ。そういえば、ワイヨはこの間の結婚式の時、すでにお腹に赤ちゃんがいるって言ってたよね？今の話聞いてたけど、まだお腹にいないの？いるわよ。そうなんだ。まあ、どっちでもいいけど。ユータはいろいろ嘘ついちゃったけど、すべて私と夫婦になって、父親になるためだもんね。何寝ぼけたこと言ってんの？私と一緒になりたいからに決まってるでしょ？ここまで嘘で塗り固められているユータに、私は何の未練もないし。正直どこまで嘘をつくんだとドン引きしていたから、二人も見限るかと思いきや、争いは終わらない。イッチはもうユータのこと諦めたんだから、あとはあんたが諦めればそれで全部うまくいくの。なんで私が諦めるのよ。諦めるのはそっちでしょ。そんな二人を見ながらも、なぜそこまでこの男に執着するのかわからなかった。後から思い出したが、この二人の争いは学生時代から根深く。ユータに関することだけじゃなくて、クラスの中でも幾度となく揉めていることがあり、懸念の中とはこういうことなんだろうなと思った。そういうことなんだ。それは歩み寄れないわけだよね。二人の板挟みに合っているユータは、私に泣きついてきた。イッチ、助けてよ。ずっと言ってるけど、俺はイッチのことを一番奥さんにしたいんだよ。そう訴えるユータは、二人に両手を引っ張られ引きずられていく。そうやって二人のされるがままになっていたユータは、急に二人の腕を振りほどいて叫んだ。二人とも、いい加減にしてくれ。何よ。そうよ。私たちがこんなに好きだって言ってるのに。何度も言ってるだろ。俺はイッチと一緒にいたいんだよ。私も何度も言ってるけど、私は離婚したいの。とっととサインして。私がそう突き放すと、ユータは本性を表し逆切れし始めた。お前、そんな態度取っていいのか？俺がいなくなったら、お前の親の会社は終わりだぞ。もう俺は会社の中で、簡単に切り捨てられないくらいの存在なんだ。お前の一存で離婚だなんて、親が泣くぞ。ユータが啖呵を切ると、隣の部屋で待機していた私の父が部屋に入ってきた。あ、社長。ユータくん、確かに会社に貢献したかもしれないが、娘に迷惑かけるような人間は、たとえ会社に必要な人間であったとしても必要ないよ。イッチ、お前が離婚したいなら、ユータくんには会社を辞めてもらうことにするから、お前の好きなようにしたらいいよ。だったら、辞めてもらうってことで。それを聞いたユータは、
そんな、俺はこの先どうすればいいんだ。と、また泣きわめき始めた。さすがのワイオとエスコも、先ほどまでの熱はどこに行ったのかと言わんばかりに、ユウタの様子を冷めた目で見ていた。けたたましい叫び声のような泣き声を聞いて、我にでも帰ったという様子だった。ここぞばかりに弁護士は、ワイオとエスコに慰謝料請求の話をし始めた。二人とも逃げようとしていたけれど、残念だけど、結婚式という場での衝撃告白だったから。動画や音声はたくさん記録に残ってるわよ。それでも戦うっていうなら止めないけど。と私が告げると、二人ともしぶしぶ応じた。ユータは相変わらず泣きわめいていたが、そこへウトメが隣の部屋からやってきて。あんたがうちのものを勝手に盗んでいた件は、おとなしく離婚届にサインするなら、本人に済ませるけど、どうするの？それって、サインしなかったら。被害届で済んだから、警察に捕まることになるかもね。というと、おとなしくサインした。エスコにあげたペンダントも乙女の手元に無事に戻った。後から分かった話だがユータは、消費者金融からの借金返済に首が回らなくなり、私にも言い出せず、実家にある金目のものを質屋に流したらしい。それでもどうにもならなくなった結果、債権がその筋の人たちに渡ってしまい、エスコに起用するからといって、投資させたお金で難を逃れたらしい。ユータ、ただのダメおじゃん。私から3人に対して請求した慰謝料は、それぞれ親の援助を受けたりして、まとめて支払われたが、エスコに投資という名目で払わせた金は、ユータから返済されなかったようだ。エスコとワイオは、私の結婚式をぶち壊しにしたあの宣言で、二人とも高校時代の友人を失い、あれだけバトルしていた二人だが、今は何かと仲良くしているらしい。ワイオの妊娠は偽装を疑っていたが、事実だったようで、天涯孤独の身の二人で、仲良く、ワイオの子を世話してるんだそうだ。実家に軟禁状態だったユータは、問題が解決した後、ウトメからした借金返済のため、ウトの知り合いの工場で、馬車馬のごとく住み込みで働いていたそうだが、そこでも工場の備品を盗んで勝手に売ったり、同僚の財布を取ったりと悪用を働き、警察に突き出され、今は拘置所に入っているんだとか、ウトメももう面倒見きれないとのことで、泣く泣く親子の縁を切ったそうだ。私はというと、あの話し合いの後、普通に職場復帰した。周りの人たちが私の事情を知っていたので、気を使わせてしまったと思うが、今でも会社の同僚と楽しく仕事に励んでいる。新婚旅行で行く予定だったフランスは、昔から行ってみたい国だったので、落ち着いたら一人旅で行ってみようと思ってる。イッチ、このままユータと一緒にいたら、疫病神に取り憑かれてたのと一緒だよな。すっぽり縁切れてよかった。イッチは過去のこと全部忘れて、自分の幸せ掴んでね。二人の浮気相手がいるのにもかかわらず、自分の欲望のためにイッチと結婚した夫だったが、イッチ自ら嘘を突き詰め、失意のどん底に突き落としました。もしもあなたにイッチのような元夫がいて、今回のようなトラブルに巻き込まれたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに、日本での離婚原因の1位は、性格の不一致で、原因が異性関係というのは4位だそうです。最後までご視聴ありがとうございました。